か？皆さんこんにちは。今回の動画は私の動画のお散歩40の神奈川県は藤沢市にあります江ノ島のお散歩の続きとなります。前回のお散歩40では江ノ島の駐車場から江ノ島のてっぺんまで行く様子をお伝えさせていただきました。今日はそこから先のお散歩です。どうぞ最後までお付き合いください。美味しそうだね。なんか飲もうか。美味しそうだ。相棒は大好きなビールを片手にお散歩するようです。ここは奥津波屋。江ノ島神社の三姉妹の神様の一番お姉様がいます。安らかに海を守る神様なんだって。ここは竜宮と書いて和田摘みの宮。江ノ島神社の三姉妹の神様がいると言われている岩屋という場所の真上にある場所なんだって。だったらきっとパワーは最強だね。和田摘みの宮に背を向けると、おや、こっちにも道があるよ。行ってみようか。龍恋の鐘って書いてあるよ。南京錠がたくさん。まるで湘南平みたいだね。湘南平の様子は私の動画ハイキング1の動画を見てみてくださいね。この鐘を鳴らして南京錠に名前を書いて南京錠をつけると恋が実るとか。さあ、長い階段をたくさん降りていくよ。海が見えてきたよ。どうしたの？何かいるの？
青い海、最高だ。ねえ、あの赤い橋渡ってみようよ。ここは1回500円の有料の洞窟、江ノ島の岩屋。さっきの竜宮と書いて和田積の宮っていうところのちょうど真下にあるところです。一気に暗いけど、すごいひんやりするね。これが最高だね。ちょっとすごいね。うん、あ、だんだん低くなってきた、うん、洞窟だからなんとなく天井が低いんだよね。ちょっとかがんでいくようだよ。一瞬だったね、かがむのもね。仏像とライトの神秘的な通路を通った先にあるのは、あの穴は何だ。ここの穴は富士山のふもとにある鳴沢氷穴の穴とつながっているんだって。鳴沢氷穴の様子は私の動画のお散歩30で確認してみてください。江ノ島と富士山がつながってるってなんだか不思議な感じだね。そしてこの奥にあるのは江ノ島神社発祥の地、源頼朝が必勝祈願に来ていたんだって。将軍の神様なんだね。あれ、ここどこだ。つながってんのか。つながってるんだ。うわ、綺麗だ。奥にあるのは第二の岩屋。竜神伝説の地と言われていて、ライトでとても神秘的な感じになっています。え、ちょっとやっぱ一人じゃ怖いね、ここね。抜けられんの。怖い怖い怖い。びっくりした。ちょっと私が怖いばっかり言うから相棒が面白がって脅かしてきました。怖っ。本当にびっくりした。ここは江ノ島の頂上から岩屋へ続く階段の途中にある富士見亭。お天気のいい日には富士山が見えるとか。たくさん歩いたからご飯にしよう。ここで食べたのは名物の江ノ島丼。新鮮なコリコリのサザエを卵でとじた丼です。優しい味がまたいい。帰りはたくさん登ってきた階段をまた登って戻っていきます。でもね、ここを左で曲がると近道だよ。近道だけど緑が豊富で途中から海が見えたりで、なかなかおすすめの道です。この橋が出てきたら大正解。この橋をくぐれば江ノ島の主の鳥居まで出てくるよ。道はつながっている。江ノ島にはたくさんの道がありました。もちろん王道の道もあれば、近道、抜け道、
富士山からつながっている長い地下の道もありました。わからなくなったら人に聞いても大丈夫。そうすると人と人とのつながりの道もできてくるよ。だからどんな道も大切にしたいと思うし、どの道を歩いていても笑顔でいられる自分でいたいね。このチャンネルを気に入っていただけた方は、プリンとお散歩のチャンネル登録をお願いします。まずチャンネル登録というところをタップ。登録済みとなれば大成功。次に横のベルをタップ。すべてをタップ。新しい動画が出るとすぐにチェックすることができます。気に入っていただけた動画にはいいねのグッドマークをタップ。高評価をお願いします。